はい、ここんんんにちはこんばんはばシャリですすカルチュビットあやっていいいきたいと思いますええ今日はですね、ジャパンカップ2回戦なんですけれども、ちょっとこのスタメン見てもらえれば分かるんだけど、このね、白鳥の疲労度が黄色ということで、ちょっとね、この試合、賭けに出ようかなと思ってる。俺選手全員これ、できる限りもう入れ替えて、まあ、ターンオーバーちょっとしようかなと思います。 果たして、このターンオーバー、うまくいくのかっていうね、検証ですね。ですが、ちょっと選手、ベンチ外に、ベンチベンチ外に、11人いないので、全員変えることはできませんが、あれこれも全員入れ替えたよね。全員入れ替えましたね。れこれで戦おうかな。じゃあ、一人ちょっとオールエスの隙間をディフェンスラインにとりあえず入れて、 まあ、ディフェンスはとりあえず、引き間に頑張ってもらって、あとはこの3トップ、誰か点取ってくれっていう感じですね。それでは、一緒に行きましょう。相手は、アスカディアならなんで、しかも5位。そんな強くはないんじゃないって思ってる。あ勝率56%。勝率世界はあまだね。56%のファンが、この、ドッペったないよ。あれだね、指示してくれてる。うちのチームの10番、これ、右だなんだね。<laughs> 今気づいたんだけど。 せめ背番号全然変えてなかったわ。でもね、まあ、あと、こう緑が強いんだよね、緑が。この、一番育てたら強くなるのが、育てやすいのが、確か緑なんだよね、フォワードで。あ、ちょっとキーパーうさみもね、久しぶりの出場だから、まあ、ちょっと緊張してるかもしれない。もよくさ、実際の何 ?J リーグとか、あのー、海外とかでもそうだけど、カップ戦は結構、あのー、下のクラブでやるときは、あれだよね、ターンオーバーよくしてるよね。 で、えでもなんかあれだよね。リバプルで南野みたいな選手が出てきて、た分南野みたいな選手を、だからカップ戦で活躍したけどあ、リーグ戦は出させてあげられないみたいな選手を、多分ね、あのー、うまく放出するんだよね、多分うまく打って大金を手に入れるという、多分ね、ビジネスがあるんだと思う。<laughs> まあ、ビジネスではないけど、まあそういうビジネスも多分あるよね。 だから、うちのチームで言うと、まあ、誰だろうな。もう、こみみほとか、ハチスカあたりかな。ここら辺がもう、いっぱいこの、ダウンオーバーしてる。今、リーグ戦で、いっぱい点を決めてくれて、もう、あの、スターメンでどうせリーグ戦出れないから、違うクラブで活躍するっていう。まあ、本人のためには、まあいいかもしんないけどね。まあでもさ、そう、リバプール、南の。でもやっぱさ、リバプールでやってると、やっぱすごいよな。あと、あの、シティ対リバプールの試合とか見たけど、なんかもう、 がさ早いよね前に速くないもうさ、前に速いし、なんか後ろにも速いって言ったら変だけど、もう大体もうロ,なんかロングボールばっかだったよね。皆さん見ましたシテ,ィシティ対リバプル。僕前半しか見てないんですけど、ちょっと、でもなんかやっぱ展開が早かったね。かお互い入らないんだから、もうお互い、裏、裏狙う、裏狙,狙うみたいな感じで。結構多分前半、打ち合いだったと思う。 引いて守ってるって言うけど、引いて守るのもはライン高いからね。裏はバンバン狙うからね、両チーム。でもやっぱライン高いのってさ、別にそこまで、うん、そんなリスク背負わなくてよくねっていう。ちょっと思ったね、この間の試合見て。知っていたリバプール。まあでも、どうあ確かにライン高く保って、やばい失点した。ライン高く保って、あの、奪われた後すぐ取り返して、もうずっと攻めるみたいなこと。 し,したいよ、正直。それ理想論。うん。でもね、いくら上手いチームでもね、いくら完璧なチームでも、それは多分できないんだよな。上手いチーム同士と戦うことになると。だから、リバ、だから、シティ対インは高学圏の、どこだあの、エバート。<laughs> エバートなんか、こないだ、どっかに勝ってたよな。まあ、あと、ま、バンリーとか。今、バンリーが上の方にいたらごめんなさい。まあ、プレミアは高学圏内にい、いそうなチーム。まあ、ノリッチとか。 まあ、プレミアであんまり強くないと言われてるチーム。と、まあ、リバ、あの、まあ、リバプールとかシティ。プレミア強豪と戦うチームとさ、やっぱ戦うとき、と戦ったの、と対戦してるときは、まあ普通に理想のサッカーができるかもしれない。もう一生攻め続けて、もう失点しない。もう相手、相手シュート0本みたいな。そういうサッカーできるかもしれないけど、でもなんだかんだ言ってシュート0っていうのはないからね。うーん。 前半だけ相手シュートゼロだけど、後半はあるって。もう絶対あるから、シュートゼロで押せるは本当もう、無理だから、いくら上手いチームでも本当、プロ対小学生ぐらいの、<laughs> おい、ちょっと、何やってんねん。これ、やばい、途中から本気出して、強い選手入れるしかねえからこれ。まずい。ここで負けたら、普通に、来年の資金が減る。ちょっと交代交代交代じゃないけど、ちょっと、お前、引きお前行ってこい。 じゃみ、みほをじゃセンターバックに置いて、入れ替えまし、入れ替えました。はい。お、入れ替わってる。相手選手も驚いてるよ。ええって。何やってんのって。俺、引き間のパワープレイだね。ちょっと時間足りないかもしんない。っていう、話戻すけど、やっぱ完璧なサッカー無理だから、俺がやっぱなんか最近すごいと思ってるチームがやっぱね、あの、いや、監督か。監督がね、コンテ、うん、今、あ、どこだ トッテラムで監督してるけど、あの、ドン引き、なんか強いチームがドン引きして、もう、すぐ、もうロングボール、ハリーケイン、ソン、あと、誰、誰だっけ名前が出てこねい。イベントスからさ、クルデフスキーもなんか言ってよね、トッテラムに。 取ったらもう結構だから、ちょっと個人的には注目してる。昔も僕はあれなんだよね。あの、ポゼッションして攻めさせないサッカーがちょっと好きだった。相手はなんか惜しもサッカー好きだったんだけど、やっぱ無理だわ。もうだって、世界一強いと言われてるクラブでも、相手シュートゼロ、ほなんかすごい決定機をゼロに押されたことはもう、ほぼ無理に近いから、確率的にも。だからね、やっぱりちょっと、何て言うんだろうな。 守備時にちゃんとリトリートするチームが個人的には最近は好きですね。だからといってね、あの、コンテみたいに、ね、あの、なんか、すごい、ロングカウンターでしか点を決めないみたいなのもちょっとないんだけどね。でもあれね、俺まだトッテナム対、なんか、あんまり強くないチームと戦ってるのちょっと見てないから、トッテナムがちょっと、あんまり強くないチームと戦ってる時のサッカーを、ちょっともうちょっと見ないといけないね。うん。それでちょっと、 コンテを好きになるか、ちょっと決まります <laughs>。あのところでも面白いと思ってる。はい。でね、ちょっと話してる時に試合が終わりました。もう終わりましたじゃないな。もう終わりますね。はい。ターンオーバーして負けました。<laughs> いや、でもシュート7打ってるからね。お前、まあ、仕方ない仕方ない。いやりますよ。おそ負けるよ。お前そこは。えっと、ジャイキリされてるチームは。なさそうですね。 はいありません、ね。はい取ってかない。これはまあまあ仕方ないけど仕方ない。<laughs> 意味わかんないね。はい。じゃあ今回はここで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。